闇雲に特訓してもうまくいかないわよ。ママ、シャリンガンを極めるということがどういうことか、私と戦いなさい。え、ママと。私だってこれでも木の葉の常人なのよ。私の覚悟、ママに見せてあげる。お前には俺には見えていないことが見えている。好きなようにやってみろ。ありがとう、サスケくん。全力でかかってきなさい。わかってる。先手必勝。カトン、高火球の術。かわいみ。今のはあなたの本気？全然追えなく。手本を見せてあげるわ。シャリンガンを使うには多くのチャクラが必要。うまく配分しないとすぐにスタミナが尽きてしまうわ。だいたい攻撃だって拳が当たる瞬間にうまくチャクラを乗せることができていないから威力も中途半端なの。ママのチャクラコントロールは完璧だった。体内で練ったチャクラを無駄なく攻撃に転化する。だからあんなにスムーズに連続で攻撃できたんだ。今のあなたは焦って気持ちだけが先走ってるから行き詰まってるの。このままだといつまで経ってもうまくいかないわよ。私たち二度とあんな惨めな思いをしたくないの。そこまで言うのならあなたの意地見せてみなさい。もちろんそのつもりだよ。一つでも当たったら致命傷になる。苦しい。そこまでにしておけ。ごめん、パパ。これ以上やっても無意味よ。無意味じゃない。私にはまだやれることがある。あー、カトン、豪華系の術。チャクラコントロールは完璧だから私のシャリンガンでそれをコピーすることは無理だけど、体の動きはコピーすることができるから。ママ、バカ、そんな無茶なことして。ごめんママ。あなたはやっぱり私の子だ。必死でひたむきでとんでもない意地っぱりね。ありがとうママ。さっきの感覚を忘れないうちにもう一度やってみた方がいい。うなで様との修行を思い出すわ。限界を超えたところからが本番だって。どうせ後で直すから。